はい、西郷二条さんの書はサイズが21センチです。お願いします。はい、全く想像がつきませんが本当に分かりませんよ。昭和って分かんないのがこれがいいんですよね。結構、ちっちゃいうちはもうやぼったいって言い方があれなんですけど、あんまり目立たなかったのが、年を重ねると結構昭和って変わりますのでね。で、まあ決してこの声悪いと思いません。なぜかと言いますと、こう出ている墨、エラの墨、背中のこの墨、結構いいもの、これ分かりますでしょうか。芯から出ている墨があります。はい、こちらもなので意外と墨はバツッバツッと大きいのが2つ3つ出て固まれば、この模様で十分かと思います。顔も綺麗な模様、そして後半も逆に昭和は軽めの方がよく見えることもありますので、大きい墨が3つ4つパッパッと決まった時に大化けするかもしれませんね。いや、いい墨が3つ4つありますので、墨を割るとしっかり出てくれると思います。はい、ゆったりと思います。はい、いかがでしょうか。こちらサイズの方が21センチです。ぜひよろしくお願いします。